婦人公論は、中央公論新社が発行する婦人、女性誌。総刊は、大正5年1月。初代編集長は、島中優作。1998年3月7日発売の3月22日号より、月2回刊。サイズは、A4 版変形。2017年現在の編集長は、三浦愛香。発行人は、松田洋造。 現存する女性誌では、婦人の友と婦人外法に次いで古い。女性の解放と自我の確立を求める時代の声を捉え、雑誌、中央公論は1913年、慶州15名へ一人一台、婦人問題特集を企画し、大いに注目を集めた。この公表が1916年の婦人公論の創刊につながった。 自由主義と助権の拡張を目指すがコンセプトだった。これは実用記事が多かった同時代の主婦の友、婦人画報婦人クラブと比べ、一際異彩を放っていた。戦前はこれらと婦人公論を合わせて4オープ人雑誌と呼ばれていた。現在は女性の幸せを追求する、年齢にとらわれない自由な生き方を応援するとしている。 1911年に創刊された雑誌、政党がきっかけとなり、女性解放運動が盛んになった。これに対し、文部省は、反両再権母主義的な出版物の取り締まりを厳しく行うようになり、発禁処分になる雑誌もあった。こうした中、中央公論は、臨時増刊、婦人問題号を発行し話題となった。公表を追い風に、 島中優作が、婦人雑誌の創刊を提案した。女性の地位向上や、権利拡張を目指し、婦人公論が創刊された。実用記事をほとんど載せず、女性解放、男女同権を目指すインテリ向け女性評論士だった。1918年3月から1919 19年6月まで、母性保護論争の舞台となった。1944年4月に、休刊。 1946年4月に復刊した。1955年、市場に掲載された、石垣彩子、主婦という第二職業論がきっかけとなって、主婦論争が起きた。1958年には、佐エグさサ子が編集長に就任。大手出版社では、初の女性編集長となった。1990年代、 行政機関の部署名や女性団体の名前を、婦人から、女性に変える動きが起こったが、1995年、当時の編集長、水口義郎は、婦人公論は、婦人解放の旗印であるとして、名称を維持した。1998年3月には創刊以来となる、大幅な紙面改革を行い、半径を、従来の A5 班から A4 の変形版とし、 月間から月2回間となった。このリニューアルにより約17万部だった、実売部数が20万部台となった。市場に掲載された記事から年間を通じて最も優れたものを読者の投票により選ぶ賞で1962年から1970年まで授与された。選考委員は石坂洋次郎、大谷総一、村松強し、石垣彩子。 高峰秀子が務めた。選考委員会の選考により、投票数第5位までの作品の中から決定され、2月号市場にて発表された。受賞者は次の通り。ありがとうございます。